東京都港区新橋。フォルクス、新橋店、食べログ、3.08、2024年6月9日時点。こちらフォルクス新橋店は、故、ジャニー喜多川氏が旧ジャニーズ事務所の方々を連れてきていたことでも有名なお店ですね。フォルクス久しぶりだなぁ、何食べよっかなぁ。生ビール、649円、乾杯。うえー、酒がうまいなー。ブラックタイガー鉄板焼き、858円。いただきます。エビーマ。プリプリ、鉄板でエビを焼いたら間違いないですよね。生ビール、649円、おかわり。酒が進むなぁ。ステーキセットについてくるサラダバー。サラダバーってなんか好きなんですよね。普段野菜不足を感じてるので、こういう時に取り返そうと無駄にたくさん食べようとしちゃいます。サラダも美味しい、シャキシャキ新鮮ですね。さて、そろそろメインに行ってみましょう。ジャニー喜多川氏が世界一うまい、と言っていたステーキの登場です。熟成フィレステーキ、200g、5258円。サラダバー付き。まずは塩コショウだけで。にふ。うんまい。柔らかくて脂肪が少なくあっさりとした味わい。それでいて肉の旨味はしっかりしていて、こりゃ確かにうまい。いつもはオニオンやニンニクがっつりソースでステーキは食べることが多いけど、たまにはこういう少し上品なソースもいいね。
米も進むなぁ。レモンサワー、429円。ふい、レモンサワーは安定のうまさですね。ライス、おかわり、319円。ごちそうさまでした。会計、8162円。久々にフォルクスの肉を堪能できました。